日本はアメリカの植民地である。でも韓国は違う。アメリカのとある大学の講義中、このように主張する韓国人留学生がいたようです。突然の発言に対して、その授業をしていたアメリカ人教授が返した言葉に、講堂では驚きの声が上がったといいます。この講義で一体何があったのでしょうか。今回は、日本はアメリカの植民地だと語る韓国人留学生について、海外の反応とともにご紹介します。韓国では、日本に植民地化されたと主張すると同時に、歴史上一度も植民地されたことはないと、矛盾した主張をする人が一定数存在しているようです。日本に植民地化されたという主張は、韓国が日本の被害者であることを述べるときに用いられることがあるといいます。一方で、自国を戦勝国だと主張する場合は、一度も植民地化された歴史がないと述べているようです。そして、アメリカの大学で授業を受けていた韓国人女学生も、この矛盾した考えを持つ一人でした。さて、彼女と同じ授業に出席していたという健一さん。日本人らしい名前の彼ですが、実はアメリカのニュージャージー州で生まれ育ったのだといいます。と言っても、彼の両親は純血の日本人であるため、見た目は完全に日本人です。しかし、両親のアメリカ赴任中に彼が生まれたことから、日本とアメリカ、両国の国籍を持っています。そんな健一さんは将来、日本とアメリカをつなぐような仕事に就きたいと考えているそうです。そのため、法律など国際政治に関して学ぶためにアメリカの大学に進学したのでした。夢に向かって大学で学びを深める中で、健一さんは言葉や文化が全く異なる国同士をつなぐことの難しさを実感したそうです。その難しさを特に実感したのが、19世紀の歴史についての授業だったといいます。ある時、彼が参加している講義で、欧米による植民地支配というテーマの授業が行われました。その際、教授が色分けされた世界地図をみんなに配ったそうです。健一さんはその地図を見て、なんとも奇妙な地図だと感じたといいます。なんとその地図は、世界中のほとんどが水色に塗られていたのです。しかし、その中でも例外的に日本やタイ、韓国は灰色、ヨーロッパは紫色に塗られていました。実は、この地図は欧米諸国によって植民地支配された国を示した世界地図だったのです。つまり、世界の大部分を占める水色は、植民地支配された国だということ。ちなみに、灰色で塗られていた日本やタイ、韓国は唯一植民地支配を受けなかった国です。そしてヨーロッパの紫色は、植民地支配をした国を表していました。このように色分けをして視覚化することで、帝国主義の国の凄まじさがよくわかる形になっていたようです。また、地図からは19世紀に多くの国がヨーロッパによって植民地化されていることが読み取れました。それだけヨーロッパ諸国の力が強かったということでしょう。アジアで植民地化を逃れたのは日本とタイ、韓国だけでした。フィリピンは最初に植民地化してきたスペインからアメリカの助けを得て独立しましたが、そのアメリカがフィリピンを裏切り、植民地化される悲惨な事態に見舞われています。アメリカはイギリスに重税をかけられ独立した国だったにもかかわらず、他国の独立には全く配慮できなかったようです。日本とアメリカの両国にルーツを持つ健一さんは、アメリカの行いに悲しさを感じたと同時に、日本が植民地支配を受けなかったことが嬉しかったのだと言います。当時、植民地化されていない国は非常に珍しく、植民地支配を受けずにこの時代を切り抜けたのは、日本の先祖たちが帝国主義の時代を一生懸命に乗り越えた証と言えるでしょう。さて、教授によって地図の説明と各国の様相が説明されると、健一さんの隣に座っていた韓国人留学生のパクさんが突然、先生、日本の色は間違っています。日本は植民地されなかったとする灰色ではなく、植民地化されたとする水色です。と発言したのです。私たち日本人は、日本の学校教育で行われる歴史の授業で、一度も植民地化された過去を習ったことがありません。日本の学校で歴史を学んでいた健一さんは、パクさんの発言にはただただ困惑したようです。さらにパクさんは、第二次世界大戦の結果、
日本は連合国の統治下に置かれました。1945年からの数年間、日本を支配していたのはアメリカ軍です。アメリカの植民地になった日本は、水色に塗られていないとおかしいのではないでしょうか。と教授に発言しました。もしこの意見が正しいのであれば、アメリカ軍が占領したイラクやアフガニスタンも、21世紀に植民地化されたことになってしまいます。それに加えて、韓国軍もイラクの治安の維持に関わっている事実があるため、パクさんの日本に対する発言は、韓国は他国を植民地化する国であると認めているに等しいと言えるのです。そしてパクさんの独壇場はその後も続きます。東アジアで植民地化されていないのは、唯一韓国だけなんです。韓国は、有史以降独立を維持してきました。日本が韓国を支配しようとした時も、中国と協力して反発を続け、最後には日本の支配から逃れることができています。第二次世界大戦で連合国が勝った要因の一つとして、韓国の協力があったことは、教授なら当然ご存知ですよね。アジア諸国の中で韓国だけが唯一独立を守り抜いたんです。この一連の発言に健一さんをはじめ、行動にいた人々は皆騒然としたそうです。中でも健一さんが一番驚いたのは、パクさんはこれまで、日本は韓国を植民地にした過去がある、と豪語していたはずなのに、この講義では、韓国はどの国からも植民地支配を受けていない、と言ったことだと説明しています。実はパクさんの発言にはさらに続きがあったようです。日本が欧米に植民地化されなかったのは、運が良かっただけです。資源も何もない日本は、狙われる理由がなかっただけなんですよ。このようなかなり偏った主張を繰り返していたといいます。実際幕末の頃の日本は植民地化される一歩手前でした。当時幕府を支援していたフランスと新政府を支援するイギリスが日本を狙っていたのです。そして両国とも日本のことをタダで支援したわけではありませんでした。この頃の幕府と新政府は多額の借金を抱えていたとされています。フランスとイギリスはこの借金返済の協力を足がかりに日本の利権を狙っていたそうです。さらにこの時代はイギリスやフランス以外にも日本を狙っていた国が多く存在していました。その国の一つであるドイツは北海道を植民地化しようと目論んでいたとも言われています。これほどまでに多くの国に狙われていた日本が植民地化されなかったのは、当時の日本人の立ち回りが素晴らしいものであったからなんだとか。その例の一つとして無血開城というものがあります。無血開城とは文字通り戦闘を行わずして守り手が攻め手に城を明け渡すことです。戦闘なく交渉のみで城の明け渡しが行われることによって、戦闘で失う犠牲や放棄の危険性を少なくすることなど、多くのメリットがあったとされています。パクさんの発言に健一さんは、自身のアイデンティティである日本人としての尊厳を踏みにじられた気持ちになったそうです。そして彼女の発言に腹を立てた健一さんが反論しようとしたとき、教授が口を開き次のように述べました。パクさんの考えは傾聴に値しますが、かなり偏った考え方をしていますね。そもそも植民地支配と軍事的な占領は区別して考えなければなりません。ある国がどこかの国を植民地支配をしたとき、その支配を行うのは文官たちです。その一方、占領とは軍人たちが現地を支配することを指します。言葉の定義からして、日本は連合軍に占領されたから植民地だというのは全く間違ってる見解だと言えるでしょう。このように説明し、さらに加えて、日本がアメリカに占領された時、主権は日本にありました。アメリカ軍はポツダム宣言を無効として日本の直接統治を試みたのです。しかし、ポツダム宣言との矛盾を日本側が指摘して、間接的な統治を余儀なくされました。その結果、政治主権としては制限があったものの、日本政府が崩壊することはなかったのです。主権も政府も保持している国を植民地と言えないのではないですか。教授のこの説明にパクさんは疑問を投げかけました。連合国はどうして矛盾を指摘されただけで間接統治を受け入れたのでしょうか。この問いに対して教授は、当時のアメリカ軍は日本への警戒を高めていたため、多くの戦力を日本に投入していました。
そのためポツダム宣言が矛盾しているという指摘を無視することも可能だったのです。それにもかかわらず日本の申し出を受け入れたのは日本には得体の知れない怖さがあったからだと言われていますと説明したのでした。実際この時の日本は中国やロシアとの戦いで勝利を収めています。1894年朝鮮で農民の反乱が起こり朝鮮は清国に出兵を要請しました。清国が朝鮮に兵士を派遣したことを受け日本も朝鮮へ出兵します。この当時朝鮮半島の独立を主張していた日本と朝鮮半島を属国と主張していた清国は対立関係にありました。農民軍と朝鮮政府の和解後も両国の軍は現地にとどまり対立を深めたといいます。そして日本が清国へ宣戦布告したことを機に日清戦争へと発展していきました。日清戦争が終戦した後ロシアが勢力の拡大を図って満州を占拠し朝鮮半島へとその勢力を広げていきます。この時清国で不侵滅用というスローガンを掲げた義和団という組織が諸外国の勢力を打ち滅ぼそうと国内で運動を起こしたのです。この運動は義和団事件と呼ばれています。ロシアの勢力拡大により植民地にされることを危惧した日本政府は朝鮮に出兵し義和団事件の鎮火に努めました。義和団事件の終焉後も朝鮮の利権獲得を狙うロシアとそれを阻止したい日本は兵士を在留させていたといいます。対立が深まる中日本は話し合いによる和解を目指しました。しかしロシアが強硬姿勢で朝鮮半島の獲得を目指したことで激突することとなり戦争へと発展していったのです。この戦いが日露戦争と呼ばれています。いずれの戦いも多くの国で日本が敗北すると言われるほど不利な戦いでした。さらに太平洋戦争の始まりの戦いにあたる真珠湾攻撃は航空機だけで戦艦を沈ませるという当時の軍事的常識に反するものだったとされています。このように19世紀頃の日本には世界の予想を覆す恐ろしさと強さがあったそうです。これまでの戦争に関するエピソードから日本は追い詰めすぎると何をしてくるかわからないとアメリカ側は考えていたことがわかっています。健一さんは教授の話を聞いて沖縄の平和記念公園のことを思い出したそうです。沖縄の平和記念公園には慰霊碑が建てられておりそこには戦争で亡くなった日本兵の名前が所狭しと彫られています。そして彫られている名前の多さが戦争の悲惨さと日本の強さを象徴するものとして今世にも語り継がれているのです。この日本の強さによってアメリカのトルーマン大統領は日本への攻め込み方を練り直すことになったという話もあります。日本とアメリカ両国にルーツを持つ健一さんは約70年前に両国の間で起きた出来事を知って深い悲しさと尊敬の念を抱いたそうです。教授は日米の話に続き韓国についても語っていました。今の韓国政府ができたのが1948年でアメリカの軍政が終わった後です。そういう意味では韓国は一度も他の国から支配を受けていないと言えるでしょう。しかし実際に独立したのは1945年のことでその後はアメリカに直接統治されています。間接統治された日本が植民地なのに直接統治された韓国は植民地ではないと言っているパクさんの説はかなりの矛盾が生じているとは思いませんか。教授はそう言ってパクさんの方に視線を向けたそうです。この発言を聞いたパクさんは目に涙をためて恥ずかしそうにうつむいていたといいます。健一さんは以前パクさんに日本は韓国にひどいことをたくさんしてきたと聞かされていて健一さんは日本で学んだ歴史とのあまりの差に不思議に思ったそうです。そのことが気になり改めて歴史について調べてみるとパクさんが言うことのほとんどが事実と異なることばかりだったので非常に驚いたのだとか。これは世界で認識されている歴史とは全く異なる湾曲した歴史の授業を韓国が行ってきた結果だと言えるでしょう。この話について海外からの反応をご紹介します。韓国の教育の問題ではなくパクさんがただただ日本が嫌いなだけなのかもしれないね。嫌いな国だからアメリカの植民地だって貶めたいんだよ。ただの自分勝手な考えだね。
こういう話を聞くと帝国主義の危なさを実感するよね。自分の国を自分たちで統治するのは当たり前のことじゃなかったんだ。パクさんはどうして日本は植民地だったなんて言い出してしまったんだろう。大学生ならそれが事実ではないと分かっていてもいいはずだよね。これが韓国の反日教育ってやつなんだね。そういえば沖縄の戦いではアメリカの兵士は2万人犠牲になったそうだよ。損耗率が 40% にも上ったって聞いたことがある。100人中40人は病院送りになるか亡くなっているってことだよね。先人たちへの尊敬の念は絶対に忘れてはならないと思ったよ。韓国の教育の仕方に原因がありそうだね。別の記事で見た日本の歴史教育は中立的だけど、中国と韓国の教科書は事実をねじ曲げた教育をしているってことが書かれていたよ。このようにパクさんの一連の言動に対する厳しい意見が多く見られました。中には韓国の教育に疑問を示す声も上がっているようです。パクさんのその後は分かりませんが、今まで韓国で学んだ歴史が間違いだったことを認め、言動を改めてほしいものですね。これ以上、日韓関係や世界との溝を深めないためにも大切なことかもしれません。しかし韓国や中国では、どうして反日教育が行われているのでしょうか。日本に対するネガティブな感情があることもそうですが、反日教育が行われる理由は別にあると言われています。国民に反日教育を行って日本への反骨精神を植え付けることで、日本への恨みや怒りを煽り、自国民をコントロールしやすくしているそうです。これはある種の洗脳にも近い教育だと言えるでしょう。反日教育に関する噂には、日本には鬼が出るというおとぎ話のようなものもあると言います。さらに反日教育の目的は国民のコントロールだけでなく、国民の不満が自国に向かないように仕向けるためとも考えられているようです。幼少期から反日教育を行うことで、韓国や中国は自国が高尚な国であると国民の意識に植え込み、日本は悪い国だと思い込ませているんだとか。そうして何か悪いことが起きた時には、全ての原因は日本にあるとして、国民の不満をそらすことが目的だと言われています。国の外に悪役を立てることで、政府の上層部は自らの保身を図っているのかもしれません。こうした一連の目的の中で標的が日本である背景には歴史が関係しています。1910年8月29日、韓国併合が行われてから1945年9月の朝鮮総督府の降伏までの35年間、韓国は日本の統治下に置かれていました。この一時代を日本では日本統治時代と呼んでいます。一方、韓国では日帝時代や日帝統治時代と呼ばれているそうです。35年間もの長い間、韓国は日本に占領されていたことから、悪役にするにはふさわしい存在だったのでしょう。健一さんはこの授業で起こったパクさんの一件で、言語や文化、そして教育までもが全く異なる国同士をつなぐことはそう簡単なものではないのかもしれないと思ったのでした。しかしこのことをきっかけに、日本とアメリカだけでなく他国の文化や歴史にも興味を持つようになり、さらに勉学に励んだそうです。では反日教育を行っている韓国に関して、海外から反応が寄せられていますのでご紹介します。自国の歴史を都合よく隠して捏造しているんだ。良くないことをしていると思うよ。韓国人って個人的に付き合うと普通な人が多いと思うけど、集団になるとヒステリックになる不思議なことが起きるんだ。一人じゃ何もできない典型的な人種ね。この話は朝鮮人にする話だね。本当のことをちゃんと知るべきなのは朝鮮人だよ。韓国に関して否定的なことを韓国内で授業したら、すぐに逮捕されるのかな。歴史の捏造という行為に対して痛烈に批判をする声が多く見受けられました。実は日本には韓国に存在していた劣悪な身分制度を撤廃して今の韓国の基礎を作った実績があります。しかしその事実がまるでないように扱われているのは納得できないのが正直な日本人としての感想です。
今回は、日本はアメリカの植民地だと語る韓国人留学生について、海外の反応と合わせてご紹介しました。韓国が歴史の捏造をやめ、反日教育を行わなくなる日は来るのでしょうか。韓国が歴史の捉え方を改めれば、今後の日韓関係がより良好になるための第一歩になるでしょう。今までは韓国料理が好きで食べていたけど、日本料理の方が美味しいわね。これはカナダ人のある女性が日本料理を食べた時に述べた言葉です。彼女はもともと韓国料理が大好きで、夫と一緒に頻繁に韓国を訪れていました。韓国旅行歴は10年以上にもなり、韓国のお酒と激辛料理に夢中だったため、韓国以外の国にはほとんど興味がなかったそうです。しかし、再び韓国を旅行した際にある日本人女性に出会い、運命が大きく変わることになります。そこで彼女はその日本人女性と意気投合し、日本旅行を提案されました。彼女は日本に興味がありませんでしたが、仕方なく日本を訪れることにしたのです。当初は日本に対してネガティブな印象しかなかった彼女でしたが、ある料理を食べたことで予想外の展開が待っていました。果たして彼女はどんな日本の料理を食べたのでしょうか。そこで今回は、日本嫌いだったカナダ人夫婦が衝撃を受けた日本の料理についてご紹介します。ソフィアさんはお酒と激辛料理が大好きなカナダ人の女性です。彼女にとって辛みこそ最大の旨味であり、ありきたりな辛さの料理では満足できず、より刺激的なものを求めていました。そこで、激辛料理が日常的に食されていると言われる韓国を訪れることにしたのです。現地の料理はまさに彼女が追い求めていたもので、すっかり魅了されました。特にキムチ、トッポギ、スンドゥブチゲ、タッカルビは彼女のお気に入りだそうです。さらに韓国のお酒文化にも惹かれ、中でもマッコリやチャミスルを気に入ったといいます。ちなみに韓国人はお酒好きで知られ、年間のアルコール消費量は世界でも上位に入るほどです。ソフィアさんはそんな韓国の食と飲酒文化に夢中になりました。激辛料理を満喫しながらマッコリを味わうのが彼女の至福の瞬間だそうです。辛さの刺激が口の中をヒリヒリとさせたところに、甘くまろやかなマッコリを流し込むと、辛みが程よく中和されて心地よいとのこと。彼女の地元であるカナダにもマッコリを販売する店舗はありますが、種類は限られています。そのため彼女は最高の激辛料理とマッコリを求めて韓国に頻繁に足を運ぶようになりました。韓国を訪れるたびにその魅力に惹かれ、12年間絶えず韓国を訪れているそうです。女性の一人旅は危険なため、彼女が韓国旅行に行くときはいつも夫のオリバーさんが付き添っています。しかし、彼は辛い料理が苦手であることと、韓国を含めてアジア各国にネガティブな印象を抱いたことから、次のように語っていたそうです。韓国は街が汚れている上に、横暴で親切心のない人間が多い。料理もただ辛いだけで個性がないから、すぐに飽きてしまうよ。本音を言うと、韓国も他のアジアの国も嫌いなんだ。だから次に旅行するときは絶対にアジア以外の国にしよう。彼のアジアに対する見方に影響を与えた要因の一つは、ソフィアさんに同伴した中国旅行での経験でした。彼はその旅行で辛い料理ばかり食べた苦い思い出があり、それが年老いた体に負担になったのだとか。アジアを旅行するたびに辛い料理を食べる羽目になり、次第に彼はアジアには辛い料理しかないという偏見を抱くようになり、それがアジア嫌いへとつながったのです。しかし、ある日本人女性との出会いがソフィアさんとオリバーさんに転機をもたらすことになります。それ以来彼らは日本旅行に夢中になったのです。ある時の韓国旅行中、ソフィアさんが屋台の食べ歩きをしていたところ、オリバーさんとはぐれて迷子になってしまい途方に暮れていました。その時近くを通りかかった日本人女性に、すみません、白人の外国人を見かけませんでしたか、と尋ねたところ、ここから200メートルほど離れたコーヒー店の近くで見かけましたよ、と教えてくれたのです。さらに彼女はオリバーさんのいる場所まで案内してくれたため、ソフィアさんは無事にオリバーさんと再会することができました。この韓国旅行中に出会った日本人女性は陽子さんという方でした。
そしてソフィアさんはお礼を兼ねて、陽子さんに屋台グルメをご馳走することにしたのです。お気に入りの大衆酒場に招き、ヤンニョムチキンをおつまみにマッコリを飲みながら、二人はあれこれと話しました。陽子さんは仕事で韓国によく来ており、この周辺のことは熟知しているそうです。そのため二人の波長は驚くほど合い、ソフィアさんはわずか30分で親友のような親密さを感じたといいます。ソフィアさんは、私、激辛料理とマッコリが大好きなの。だから、旅行のほとんどは韓国に来ているわ。と打ち明けると、陽子さんは夫婦をお気に入りの穴場店に案内してくれたのです。そのお店は決して有名ではありませんでしたが、提供される料理はどれもソフィアさんの好みにぴったりでした。陽子さんが辛くない韓国料理も勧めてくれたため、オリバーさんも大満足したと言います。ソフィアさんは美味しい料理とマッコリを堪能し、陽子さんとの会話を心ゆくまで楽しみました。会話の話題は、これまで訪れた国や現地の人々との思い出、そして美味しい料理のことなど多岐にわたったそうです。ソフィアさんが、韓国料理に魅了されてから、他の国でもグルメを目的に旅行をしているの。と話すと、陽子さんは、とても羨ましい。と答えたのです。陽子さんは韓国を熟知していますが、他国を旅した経験はありませんでした。そのため、ソフィアさん夫妻との会話は彼女にとって大きな刺激になったそうです。そんな和やかなひとときの中、陽子さんが不思議そうな表情で訪ねてきました。ソフィアさんはいろんな国に行ってるんだね。アジアが好きみたいだけど、日本には行かないの？この質問にソフィアさんは言葉を失いました。というのも彼女は韓国を旅行した際、現地の人から何度も日本と日本人の悪口を聞かされていたからです。韓国と日本をことあるごとに比較され、料理がまずい、街が田舎、日本人は皆反感など、ネガティブな話を何度も聞かされると、次第にそれらの話を真実だと信じてしまうのも無理はありませんでした。そうしてソフィアさんは訪れたこともない日本に対して、先入観だけで嫌悪感を抱くようになったのです。さらに日本には韓国のような激辛料理がないと聞き、辛いものが好きな彼女にとっては訪れる理由が見つかりませんでした。しかし、陽子さんにこれらの本音を打ち明けると自国の悪口を言われたように感じて、不快に思うだろうと懸念したのです。そこで、ソフィアさんはオブラートに包むようにこう伝えました。日本料理は薄味だと聞いていて、濃い味が好きな私には不向きだと思うの。それに、私は韓国に夢中で、日本をあまり意識したことがないわ。あと、日本は韓国に対して悪行を重ねたと聞いたことがあるよ。ソフィアさんの話を黙って聞いていた陽子さんは、次のように提案しました。一度日本に来て、確かめてみてはどうかしら。経験してみないとわからないことはたくさんあるわ。これを聞いたソフィアさんは一瞬戸惑いましたが、陽子さんの話は続きます。確かに日本料理は味付けが薄いけど、すべてがそうではないわ。辛い食べ物やお酒など、ソフィアさんが気に入る料理もきっとあるはずよ。韓国人の多くは日本人を嫌っているけど、実際には日本人と接触したことがなく、イメージだけで話している人が多いの。もしあなたが日本に来てくれるなら、私がいろいろと案内するわ。それを聞いて、ソフィアさんは韓国人と陽子さんの話が食い違っていることに戸惑いましたが、同時に日本に行けば答えが出るのではないかと考えました。そして彼女は日本行きを決めたのです。数日後、ソフィアさんが待ち合わせ場所の関西空港に到着すると、30メートルほど離れたところに陽子さんが手を振っているのが見えました。二人は韓国で別れた後もメールや電話で連絡を取り合い、スケジュールを調整していたのです。陽子さんは関西に実家があるため、そこからほど近い京都を訪れることになりました。そして、陽子さんの車でドライブをしながら観光案内をしてもらうことになったそうです。もちろんオリバーさんも同行していましたが、彼はあまり楽しそうではありませんでした。彼は笑顔を見せていましたが、どこかぎこちなく、ふとした瞬間に興ざめした表情になっていたのです。一方のソフィアさんもそれほど乗り気ではありませんでしたが、
せっかく来たんだから楽しもうと自分に言い聞かせていたと言います。しかし、そう考えながらも窓の外を眺めていると、いつの間にか時間が過ぎていたそうです。その理由は、高層ビルが立ち並ぶかと思えば今度は古風な日本家屋が軒を連ねる場所に出たりと、同じアジアの韓国と比べてもコントラストが際立ち、全く飽きなかったからです。その景色は一見アンバランスに見えましたが、不思議と調和していたとのこと。ソフィアさんが韓国を旅行していた際に日本は地味な田舎だと聞いていましたが、実際は想像していたよりもずっとおしゃれに見えたそうです。建築物が風景に溶け込んでおり、まるで風景画を眺めているような気分になったといいます。ふと時計を見ると、ドライブを始めてから1時間も経過していました。それから後部座席に座っているオリバーさんに目をやると、退屈して眠っているかと思いきや、目を輝かせて外の景色に見入っていたのです。先ほどまでの覇気がない表情とは打って変わり、興味津々の様子のオリバーさんの姿を見てソフィアさんは非常に驚きました。そうしているうちに、陽子さんが絶賛する日本料理店に到着したのです。店に入ると店員が丁寧に出迎え、座席まで案内してくれました。店員の笑顔と親切な対応は、ソフィアさんが韓国で聞いていた日本人像とはかけ離れていたそうです。礼儀正しく、最高レベルな接客にソフィアさんとオリバーさんは驚愕しました。それもそのはず、2人ともこれほど丁寧な接客を受けたのは初めてだったのです。店員に案内されて奥へ進んだ2人は、まず店内の内装に目を奪われました。鮮やかでありながら落ち着いたデザインの壁紙と装飾品が、まるで美術館にいるような気分にさせてくれたのです。店内のデザインは随所に客を楽しませる工夫が凝らされており、食事の時間がさらに楽しくなることが期待できました。それに加えて、店内は清掃が行き届いており、空気がきれいだったことにも驚いたそうです。彼らが抱いていた日本へのイメージは、良い意味で覆されたといえます。彼らがこれまで訪れた国の飲食店は、総じて不衛生だったそうです。テーブルはベタつき、床には客の口からこぼれたものがそのままになっており、靴を履いていても歩くことを躊躇してしまうような状態だったのです。料理の味は満足できるものでしたが、清潔感や雰囲気を考慮すると粗悪な店ばかりだったといいます。また、当初はそれが普通だと思っていたため、特にネガティブな印象は受けませんでした。しかし日本料理店という比較対象ができたことで、2人は現実を知ることができたのです。3人が案内された席には、箸が三好置かれていました。韓国の箸は鉄製で中国の箸は長いという特徴とは異なり、日本の箸は軽くて短く先端が尖っています。また、箸の隣にはスプーンとフォークが備え付けられていました。カナダ人であるソフィアさん夫妻を気遣って、陽子さんが店側に伝えて用意してもらったものだったのです。二人は日本に来る前に日本文化について少し勉強しており、これがよく効くおもてなしだと実感しました。こうして一流のおもてなしを受けたソフィアさんは、素晴らしい料理が提供されることを心待ちにしていたのです。しかし、出てきた料理は彼女の期待を大きく裏切るものでした。店員の接客は申し分なかったものの、提供された料理はあまりにも見栄えが悪かったのです。日本酒は問題ありませんでしたが、小皿に盛られたお通しと呼ばれる料理を見て彼女は驚愕しました。小皿の上のシワシワとした茶色い食べ物は、どう見ても美味しそうなものではなかったのです。それどころか食べ物とは思えず、腐っているのではないかと疑ってしまいました。オリバーさんも食べ物とは思えない見た目の料理に衝撃を受け、もしかしたら捨てるようなものをわざわざ持ってきたのではないかと思ったと言います。二人がそんなことを考えていると、いつの間にか陽子さんはそれを口に運んでいました。ソフィアさんは反射的に彼女を止めようとしましたが、その様子を見た陽子さんは、これはとても美味しいから、ぜひ食べてみて。ソフィアさんならきっと気に入ると思うよ。と言ったのです。その言葉を聞きソフィアさんはためらいましたが、自分の車を出してまで観光案内をしてくれている陽子さんの前で食事に手をつけないのは失礼だと思いました。
そしてフォークでその茶色い料理を刺してみると、食感はピクルスの感覚に似ていたのです。続いて、恐る恐る鼻を近づけて匂いを嗅いでみると、マッコリのような香りが漂ってきました。当初その料理を食べられるとは思えないと敬遠していましたが、思い切って食べてみることにしたのです。すると、口に入れた瞬間に芳醇な香りが口内に広がりました。マッコリが好きな彼女は、たちまちこの料理の虜になったのです。次々と口に運び、あっという間に完食してしまいました。ただ、オリバーさんはあまり好みではなかったようで、ソフィアさんは彼の分も平らげてしまったそうです。その美味しさに感動したソフィアさんは、お土産としてカナダに持ち帰りたいと思うほどでした。その後、この料理について陽子さんに尋ねると、この料理は奈良漬けといって、京都の隣にある奈良県で生まれたの。野菜を塩漬けにして、新しい酒粕に何度も漬け替えて、手間暇かけて作るのよ。ドブロクという日本のお酒は、マッコリと風味が似ているんだけど、ドブロク作りの過程でできるもろみを圧搾すると、酒粕という固形物が残るの。奈良漬けは、この酒粕に野菜を漬けたお漬物なの。と、詳しく教えてくれたのです。それを聞き、ソフィアさんは奈良漬けがマッコリの風味と似ている理由、そして陽子さんがこの料理を勧めてくれた理由が分かりました。同時に、ソフィアさんは日本にもこんなに美味しい料理があるのかと感動したのです。奈良漬けを平らげると、テーブルには次々に様々な料理が運ばれてきました。茶碗に盛られた真っ白なご飯と茶色のスープに焼き魚など、どれも初めて見る料理ばかりだったそうです。焼き魚の隣には、野菜とふわふわしたものが添えられていました。あまり食欲をそそる見た目ではありませんでしたが、陽子さんはオリバーさんにぜひ食べてほしいと自信満々に勧めたのです。それから陽子さんは、魚の食べ方を実演しました。この魚の正体はサンマで、彼女が箸でほぐしていくと香ばしい香りが漂ってきたのです。魚なのに生臭さはなく、ソフィアさんは食べる前から絶対に美味しいと確信していました。そしてソフィアさんは焼きサンマをほぐし、フォークで口に運んだのです。すると、素材本来の甘みとちょうど良い塩加減に加えて焼きたての香ばしさがあり、彼女はそれに衝撃を受けました。さらに、ほのかなお酒の風味も相まって彼女はすぐにこの料理の大ファンになったのです。オリバーさんも焼きサンマを大変気に入ったようで、夢中になって食べていました。陽子さんによると、この焼きサンマはかす漬けという調理法で作られたもので、酒粕の風味と旨味を移すことで独特の味わいを生み出すとのこと。先ほどの奈良漬けと同じく酒粕に漬けた料理ということで、お酒好きなソフィアさんがこれを嫌いになる理由はありませんでした。その後、ソフィアさんとオリバーさんは時が経つのも忘れて日本料理を満喫しました。日本料理は全体的に薄味ですが、これは素材の風味を生かすためと言われています。素材の風味を生かすことにより、薄味でも食が進むのです。そのため、せっかく新鮮な素材を用意しても、味付けが濃すぎると調味料が素材の邪魔をしてしまいます。そして、ソフィアさんにとって煮物と呼ばれる料理はとても美味しく感じられ、ご飯との相性も抜群でした。煮物を口に含むと芳醇な香りが口内に広がり、その香りが鼻を突き抜けていったそうです。噛むごとに旨味があふれ出し、ソフィアさんは日本料理の奥深さを実感したといいます。アジア料理に全く興味を示していなかったオリバーさんもこの煮物を絶賛しており、初めてとは思えないほど美味しそうに食べていたそうです。彼は率直な性格で嘘をつけない人なので、これは決してお世辞ではないとソフィアさんは確信しました。こうして2人は料理を完食し、今度は日本酒を楽しむことにしたのです。その時に飲んだ日本酒は韓国の茶ミスルと風味が似ており、食後酒として最適でした。異国を旅する目的は様々ですが、やはり一番の楽しみは料理という人も多いのではないでしょうか。韓国旅行に夢中になっていた頃のソフィアさんは、辛さこそが料理のうまさだと思い込んでいました。彼女は、辛くない料理が美味しいはずはないという先入観を持っていましたが、日本料理に出会ったことでその考えが覆されたのです。
彼女が特に驚いたのは、アジア料理が苦手なオリバーさんが日本料理を大絶賛していたことです。ソフィアさんが、陽子さんのおかげで、私だけでなく、オリバーも日本料理のファンになったわ。こんな素敵な国に連れてきてくれて本当にありがとう。と興奮気味で陽子さんに伝えると、日本料理はとにかく種類が豊富だから、必ずお気に入りの料理が見つかるはずよ。同じ煮物でも地域によって作り方が違うから、食べ比べてみるのも楽しいわ。海に囲まれた日本は漁業が盛んで、新鮮な魚は生で食べられるのよ。と、陽子さんも嬉しそうに答えたそうです。これを聞いたソフィアさんは、ますます日本料理を追求したいと思うようになりました。もともと食べることが好きな彼女にとって、これは最高の趣味となり得るのです。また、オリバーさんは今回の日本旅行をきっかけに、日本に対する偏見がすべて払拭されたそうです。日本に来る前は、日本人は粗暴で韓国人は親切だと考えていましたが、実際は真逆だったことが分かったといいます。今回の日本旅行を経て、ソフィアさんとオリバーさんはほぼ毎年日本を旅行するようになりました。ソフィアさんが当初影響を受けていた韓国では、幼少期に反日教育を受けるためその影響で日本嫌いになるそうです。さらに日本嫌いが広く浸透しており、彼らが日本について語るときは老若男女問わず、日本を貶める発言をする人が多いと言われています。つまり、彼らは日本への嫌悪感から日本の悪評を広めていたのです。もしかしたら、韓国人たちは心の中では日本の方が優れた国だと認識しており、だからこそ日本に対して嫉妬し、憎らしく思っているのかもしれません。ここで、日本の料理について海外から寄せられた反応をご紹介します。日本料理は味わいが繊細で、風味に奥深さを感じるよ。同じ料理でも地域によって味わいが大きく異なるのが面白いね。奈良漬けは見た目は塩辛い印象だけど食べてみると優しい味わいなんだ。私はこれだけでご飯を何杯でも食べられるよ。カナダ人夫婦が話していたように、日本は本当に魚が美味しかったよ。日本人が魚を刺身にして食べる理由がよくわかったね。料理のバリエーションの豊富さでは韓国より日本の方が圧倒的に優れているね。日本は安くて美味しいものがたくさんある印象だよ。牛丼やカレーライスなどの格安フードでもレベルは非常に高いね。海外の反応からは、日本の料理に魅力を感じている外国人が多くいることが分かりました。そんな日本料理の魅力は、素材本来の風味を最大限に引き出す調理法にあります。これからもその伝統を守りつつ、素材への敬意を持ち大切に扱っていきたいですね。